お待たせしました。まもなく菅原勲騎手いらっしゃいます。ちょっといろいろと段取りを、蔵ですとかヘルメットですとか、じゃあお話いいですか。お待たせしました。それでは菅原勲騎手に伺います。中央の G1 優勝です。おめでとうございます。どうもありがとうございました。今の気分を聞かせてください。なんか信じられないような最高に嬉しいですね。馬はかなり落ち着いていたように見えました。菅原さん自身はいかがでしたか。はい、馬もねちょっと最初だけちょっと入れ込んだんですけど、あと落ち着いてたんで、まあ、いいレースはしてくれると思ってました。スタートして行かずにあの位置取りは、まあ馬なりでね行ければ2番手ぐらい行こうと思ってましたけど、まあ4、5番手って自分が思ってたんでちょうどその辺だったんで、レースはもうなんていうんですか、あんまり焦らずにねできたと思ってます。府中の長い直線はどんな風に感じましたか。長いっていうのを分かってたんで、なるだけね我慢できればいいなと思って、まあ、その通りのねレースになってくれたんで。今日はしかし前のレース同じ府中のダート1006でも万馬券を演出しまして本当に絶好調の菅原騎手、今日は岩手の皆さんにも生でご覧いただいています。一言勝利のメッセージお願いします。まあ、みんなの応援でね勝つことができたんでね大変嬉しいです。これからもずっと応援よろしくお願いします。ありがとうございました。菅原勲騎手に伺いました。